はい、こんにちは、ロカユニバーサルデザイン伊藤です。今回はカニフィルターの近況ということでお話ししていきたいと思います。あのフォトコン終わった後ですね、いろいろご連絡させていただいて、それから入所者の方にはお写真のデータいただいて、あと今回写真家さん30名の方から30点、お写真、いただくのに、まあ、データいただいて、一回プリントして、それをお送りして、まあ色香ですね、修正箇所があれば修正の対応してということで、まあいろいろ準備、多くてですね、かなりですね切羽詰まった感じでいろいろ動いててですね、なかなか YouTube が撮れてなくてですね、申し訳ありません。あの本当に今6月の25日なんですけど、あと5日で、6月30日から写真展を行います。まあ20日頃からですね、僕ももう朝起きたら、あと写真展まで10日だとか9日だとか、今日もあと5日だ、もういろいろやることがあって、まあスタッフともども、夜の、まあ、9時ぐらいまでいろいろ準備して、頑張っております。まああの写真展ですね、やっぱりいろいろ費用もかかります。まあフォトコンもそうですけども、まあカニフィルターとして、まあ、150万か200万ぐらいかけてですね、やります。まあぜひ写真をこう見て楽しんでいただきたいとか、まあ、こういうフィルターを使えばこういう、作品が撮れるとか、まあ、フォトコンでその、まあ、賞金を得ていただくとか、まあ金銭的にも、戻ってくるような仕組み作りができたらなぁなんて思って、まあもちろん写真のね販売なんかも、ちゃんと企画して、売れるかどうかわかんないですけど、まあ最大限の努力はしたいなぁと思って、対応しています。まあぜひ、お時間があれば写真展に来ていただけたらなぁと思います。6月のね30日から12日まで、一応渋谷のルデコでやります。まあ夜の9時まで、まあ、最終日は4時までです。でその後16日から21日まで、福岡アジア美術館で、やります。でその後ですね、本当はあの大阪、名古屋、広島と、検討してたんですけども、まあ、ちょっとコロナの影響も ありまして、名古屋と大阪は1回キャンセルしました。で広島が9月の8日から14日まで、まあ、予定なんですけど、ちょっとそちらは今保留中ということで、まあちょっとコロナの状況を見ながら、まあそのいい薬ができて、っていうのはちょっとまあ難しいのかもしれないです。まあちょっと今年はねそういうこともあってなかなかあの写真展できないかなというふうに思いましてですね、こちら写真集なんですけど、これあの2万5000円から3万円ぐらいで販売予定なんですよ。こういうねキヤノンのドリームラボ5000でプリントした写真を、写真会場で展示する70点、まとめた、写真集を作るんですけど、ちょっと、ね、値段が値段だけですので、まあ2000円台ぐらいで、ちょっと小さい写真集作れないかななんて検討したんですけど、まあどれだけ売れるかわかんないですし、まあアマゾンとかで販売しても、まあ、送料とかいろいろかかってしまうので、まあ、今回はちょっと電子書籍で作ってみようということで今、用意しています。まあ、電子書籍であればスマホでも、Kindle 見れますので、まあ、撮影、まあ、風景撮影だと待ち時間とか結構長いので、ちょっとあの作品をこう見てもらって、まあその撮り方とか、あ、こういう時にはフィルターこれ使ったらいいんだななんていうのを手元で見れるようなものになればいいななんて思って、もう値段も500円で、作ってみようということでやってます。まあ、あの多くの方にね、あの会場に来れない方にも作品を楽しんでもらえたらなと思って、そういうのも、企画してます。あの入賞者の方には、まあ、こちらプロの方も同じあのフレームですけど A2 のフレームで、まあ、マット今こうサイズをこう切ってですね、ちゃんと写真を、展示させていただきます。で写真展が今期のですね写真展が終わりましたら、入賞者の方には、この額とお写真を、お送りします。ぜひねお待ち、とてもね綺麗に、仕上がりされますので、
楽しんでいただけたらなと思います。もちろんこの AM のフレームのタイプ、あと A4 のタイプも一応用意するんですけど、こちらあのホームページの方と、あと写真会場、あの写真展会場の方でも販売し、あの、対応しますので、ぜひね、お家にこう飾りたい、飾りたいという方は、飾っていただけ、あのご購入いただけたらなと思います。これは去年のね、藤村大輔先生の、お写真なんですけど、うちでも結構あの、飾らせていただいてるんですけども、はい、まあこういうような取り組みをしていきます。まあ、あとはあの第3回のですね、フォトコン、チラシができました。まあちょっと写真展の時にね、配れたらなと思いまして急いで、作りました。今回のね、このデザインには今回の入賞者で後藤さんですね、あと小島さん、ミネタさん、ミシュランさんのね4枚のお写真をちょっと部分的に、チョイスさせていただいて、使用させていただいてます。まあこれね、いろいろこういう DM とかでこう使わせていただこうと思ってます。はい、7月の6日8日は、藤村大輔先生にフォトコンの時のね好評を行っていただく予定です。まあ、ちょうど藤村大輔先生も、7月の3日から8月の5日まで、銀座の、ルミックスギャラリーの方で写真展がありますので、まあ、写真展巡りということでね、あの藤村先生の、写真展とうちの写真展と、まあ、あと、菊池哲夫先生の、三角写真家の、菊池先生の写真展もニコンプラザの新宿で6月30日から7月の20日までやってますので、ぜひね、まあ、こちらがメインでこちらちょっとお茶飲みに来ていただけるぐらいでも結構なので、ぜひ来ていただけたらなと思います。で、あの7月の6日8日3時から、まあ、3時頃と藤村先生ちょっとあの、ギャラリーからね、あの出られない可能性もあるので3時30分になるかもしれないんですけども、ルデコの方で、公表会も行いますので、ぜひ来ていただけたらなと思います。で、あと、まあ、近況ということですね。最近の、製品の、まあ、入荷状況、やっぱり在庫欠品ですね。2ヶ月で、1ヶ月入ってきていないものもありましたので、ようやくですね、こちらの、150mm のフレーム CPL、先週ですね、入ってきました。20枚ほど入ってきて、ようやくバックオーダー解消できました。あの、やっぱバックオーダーあるとね、私ももう、ね、眠れないというか、ちょっと申し訳ないなっていつも、まあちょっとね、期間が長くなってしまうときにはいつもご連絡させていただいてたんですけども、ようやくこちら入ってですね、まあ、今日の段階であと残り3枚ほどです。もう17枚ほど1週間で売れてしまいましたけど、こちら入荷することができましたので、お急ぎの方は、この後はね、入ってくる予定ですので、また1ヶ月2ヶ月、欠品ということはないとは思いますけども、ご検討いただけたらなと思います。あとこちらですね、こちらも2ヶ月以上ちょっと入荷待ちだった、ソフトフォーカスフィルターです。こちらも、先週入荷ありまして、バックオーダー解消させていただきました。こちらもまだ、在庫ございますので、ご検討される方はぜひ、と思います。まあ、あとですね、パーシャルソフトフィルターですね、7割がソフトで3割透過している、まあ、星用のですね、フィルターなんですけども、こちら 100×150mm、先週発売開始、入荷2枚だけだったんですけど、ちょっと今遅れてます。7月上旬ですね、 100×150 は7月の上旬に入荷になります。ちょっとこれも数量限定になってしまいますので、まあ、発売できる見通しが確定しましたらですね、ホームページの方で買い物がこう、販売在庫ありにしたいと思ってます。で、あとあのパーシャルソフトの 150×170 こちらの方は、ちょっと7月の中旬になってしまう、ちょっとまた遅れました。大変申し訳ありません。まあ、来月の新月までにはちょっと間に合うかなというところなんですけども、こちらも、
発送が確定次第、販売、ホームページで販売開始したいと思います。あとはあのこちらですね、100ミリ幅用の遮光幕ですね。こちらも約2ヶ月ぶりに入荷いたしました。レインカバーにもねなります。こちらねジッパータイプになってて、フィルターホルダーの方にねこうやって巻いて遮光、まあ晴れてる時にはモニター見るのもこういうあの遮光にもなりますし、それから雨が降ったらレインカバーにもなるような仕様になってます。まあ非常にこういう風に、小さくなってなります。まあこれは日本で編んでますのですごく綺麗でしっかりしているものになります。まあ、こちらも、販売開始になってます。Amazon の方でも入荷しました。でそれからあと、今欠品中のものですね。セット品多くあります。で今あの、まあ、セット品の需要がすごく多いので、100ミリホルダーの、単品での販売はちょっとあの Amazon ではこの今1ヶ月ほどは、取りやめてます。まあ、今こちらこの帯しかないんですけども、プレミアムセットの100ミリですね、こちらも、人気がありましてちょっとバックオーダーも今あります。まあ、来週月曜日か火曜日には入荷しますので、入荷しましたら発送となります。プレミアムソフト、あとあプレミアムセット、スタンダードセット、スタンダードセットは、Amazon に今、在庫ございます。あとチャレンジャーセット、チャレンジャーセットも20点ほど入ってきたんですけども、今在庫今日発送2点あってもう、ゼロになってしまったんですけども、ちょっと100ミリの関係のセット品は、ホームページの方でご注文いただいて、まあ、入荷次第という製品もありますので、まあ、ホームページの方で、ご検討いただけ、Amazon で売ってないものは、ホームページの方をご確認いただけたらなと思います。あとはですね、まあ、夏物セールということでですね、ちょっと、もう大幅安と大幅にお安くして、います。こちらのフォックスファイヤーですね、フォックスファイヤーのロング T シャツ、これはすごくいいです。これあの定価がですね8140円ですね。であの防虫素材のこれスコーロンでのタイプです。まあこれあれですね、吸汗速乾、まあ、もうしっかり、汗も、とっても本当にすぐ乾きます。これ本当にあの夜11時ぐらいまで撮影、まあ、終わって部屋に帰って、手でこう洗って干して朝には乾いてるっていう、やっぱり布とかだと、ね、朝まで乾かないんですけど、本当にあの室内でこう乾いてしまう、で次の日も使えるっていうすごい便利ものです。でこれ本当にすごくこう小さくなりますの で、 あと素材はこれ UV カットですね、紫外線、80% カットってことですね。まあ、標高が1000メートル以上になると紫外線は 13% 増加するみたいですね。だからまあ、 あの本当に夏の暑い時でもこれちょっと袖長いんですけども、すごく薄手になってるので、逆に半袖で、なんですか、日差しで暑くなるよりもこれあの、ね、まあ、手の甲まで、覆いますので、体感は涼しく感じるのと、まあ、夜あとホテルも本当にないかなと思います。であとはもうこれまで防虫なんですね、これ低塵の素材なんですね。防虫、僕も今年夏というかこの前キャンプ行った時にブヨに刺されましたです。もう本当足なんですけど、もう本当痛く、もう 2,3 日どころじゃなかったんですけど痛かったんですけど、まあこれ着てれば、まあ、どうしパーカー着れない時はね、やっぱこれ、まあ、T シャツか、まあ、ちょっとロング着てですね、やっぱりブヨ対策、まあ、これはもうあのブヨ対策になりますので、ぜひ、
おすすめですね。これね、プリント日本でやったんですけど、このプリントだけでね、実は500円かかってるんですよ、ここ。まあ、あの、カニフィルターの作例をこういうふうに、あの、プリントしたんですけど、すごく綺麗にできてましたね。これ本当1年ぐらい、結構僕、これいっぱい持ってますんで、あの何度も洗濯しても剥がれてこないっていうのが、まあ、1年ぐらいすると剥がれてくるんですけど、さすがだなという、プリントは本当にしっかりした形になってますので、まあ、ぜひもう今回ね、4980円ということでね、送料込みで出してますので、Amazon でもちょっと出てます、販売します。3枚ほどね、買っていただいた方もいらっしゃいます。ありがとうございます。これね、グリーンのタイプですね、グリーンのタイプ、それからですね、こちらがグレーですね、グレーのタイプもあります。あとね、 T シャツ、ちょっとこのフォトグラフィーって書いて、あとここカニのこうロゴのね、こうマーク、ライフフィルタードバイカニってね、入ってるこの、T シャツですね、こちらも今1980円ぐらいで売ったのを今1280円でね、販売してます。もう XL と L が、ないんですけども、M と、S まだ、ありますので、ぜひご検討いただければと思います。あとこちらパーカーですね、こちらも結構ねしっかりした、生地で作ったパーカーなんですけど、ちょっと管理のねロゴをこう入れたパーカーなんですけど、こちらもですね1980円ぐらいで売ってたんですけど、もう1380円、あ、2000ちょっとで売ってたのかな、販売してます。こちらもぜひね、Amazon の方でも販売してますので、ぜひ。あとこちらのね、帽子、これも2400円ぐらいで売ったの、これ今1380円です。でね、これね、結構やっぱり送料かかることを忘れてましてね、これレターパックライトでは入らなくて、レターパックプラスで送ると520円かかっちゃうんで、まあ、本当にもう損得度外視っていうところでしょうか。まあ、フォトグラフィーとね書いてあって、まあ、こちらですね、ちょっとペンギンマーク、ちょっと大きかったですけどね、ちょっとペンギンマーク入ってる、タイプになります。あと3つほど残ってますんで、ぜひ見といただけたらと思います。まあ、あと7月からですね、新しい、まあ、会社ですね、ロカデザイン企画、株式会社というのを作ります。まあ、本当はね、キャノンマーケティングみたいに ロッカーデザインマーケティングとかしたかったんですけども、ちょっと自覚とかね、あんま良くなくて、結局ロッカーデザイン企画株式会社としました。主には、まあ、日本でのカニの販売とか、まあ、今ちょっとレオホトさんもね扱ってるんですけど、アマゾンとか、そちらの方のね販売を、対応するような形になります。まあ、ロカユニバーサルデザイン、株式会社っていうのは、まあ、基本的には開発とか、まあ、企画、まあ、製品の品質確認、それからあと、まあ、卸ですね、ちょっとこれからまあ、やっぱりドイツとかですね、今イギリスとかあちらの方からの、引き合いも多くなってきてますし、ミャンマーですね、ミャンマーのも結構今販売の方も進んでて、まあ、アメリカ、ヨーロッパ、アジアですねの販売を、7月からちょっと力を入れて、まあ、人員もね増員しながら、取り組んでいます。今回は、カニフィルターの近況報告ということで、動画撮らせていただきました。まあ、6月30日から、写真展もあります。まあ、ぜひお越しいただけたらと思います。ご清聴のほどありがとうございました。